お賽銭の金額を、皆さんはどうやって決めているだろうか。あまり深く考えず、とりあえず財布にある小銭を入れているという人も多いのではないかと思う。このお賽銭をめぐり、ある神社から言いたいことがあるようだ。神社、ついにブチ切れ。1円入れんな、すぞ。もう終わりだよこの神道。一致が挙げた2枚の写真は、賽銭箱に入れる金額についての注意書きだ。1枚目は賽銭箱が腐食するため1円玉を入れないでほしいという内容。2枚目はお賽銭を金融機関に入金する際の手数料の負担が大きいため、1、5、10円玉を1枚だけ入れるのは避けてほしいという内容になっている。1円玉の原料であるアルミニウムが腐食することで賽銭箱への影響だけでなく、銀行で預かってもらえない、集計機が故障するなどのトラブルにつながったりすることがあるようだ。また銀行によっては硬貨は合計金額ではなく枚数に対して手数料が発生するため、入金額より手数料の方が高くなってしまう場合がある。神様に差し出してるだけで、お前らの都合など知ったことではない。神様に1円だけあげるとか、草、機嫌損ねるやろ。逆に1万円だったら、神様喜ぶと思ってる方が失礼じゃないの？ 1 円玉100枚でええやろ。スロットのメダルでええやろ。じゃあ入れんわ。すごいなとしか言いようがないわ。電子マネーにしろ。アルミと鉄が反応して腐食するんやろ？知っとる。そのうち電車の運賃みたいに、すべての現金決済で5円とか10円切り上げになるんじゃないか。知らんわ。Y の神様は10円と決まってる。気持ちはわかるが、ご利益なさそう。お参りするっていうパフォーマンス道具やから、神社は元より神にも支払ってないし。お参りしたという事実が大事なのであって本気で祈る価値はないのよ。電子マネー賽銭ないんか。賽銭なんて5円しか入れたことねえ。家に溜まってどうしようもない小銭を大量に入れてごめんなさい。賽銭なんて募金箱みたいなもんだわな。お賽銭に1円入れる奴がいるのも驚きだけどな。財布の中の邪魔な小銭全部ぶち込んでるんやろ。別に神主のために入れてるわけじゃないし。銀行が悪いわ。これはある。飲食の売り上げ入金するのほんまに面倒い。1円入れるわ。わいはいつも1000円札入れてるよ。5円なのでセーフ。45円がありますように、45円毎回入れとる。ごとか嫌な金額やな。神社本庁にダメージ与える手段。まあ普通に考えて50円も入れないのは財布の小銭が邪魔だから捨てたとしか考えられん。そんなことするくらいなら賽銭なんか入れなきゃいいのに。交換手数料のせいで持ってるだけで損する1円硬貨。まさか何時に、1年でたった1回の儀式に100円も出せないような、せこい貧乏人はおらんよな。十分5円がありますように、10プラス5円や。よくわからんが紙の業界はペイペイないんか。採用してる神社は増えてる。ペイペイの規約に引っかかるからダメらしいで。なら楽天マネーかスイカで。そう言ってスレミンは楽天ペイやスイカに対応している賽銭箱の画像を載せた。交通系などを含め、いろいろな電子マネーに対応しているところもあるようだ。それか神職の人が身分証明したら郵便局の窓口で小銭は全部両替できるようにするかやな。それでいいんちゃうか。全体で見たらカスみたいなもんやろ。なんでわざわざ銀行がそんなことしてやる必要があんねん。じゃあもう前の人がコイン投げておきた神様についでに参拝するわ。賽銭やめてグッズ販売だけに切り替えた方がええんちゃうか。両替手数料高えな。たまにマジで下品な神社あるよな。なんなんあれ。インフレで1円を泣き物にしようとしてんな。お気持ちなんで何円でもいいでしょ。神様に備えたお金から手数料を取る銀行を許すな。くさ、確かに。5円もあかんのか。んなもん5円がありますようにとか考えたやつに言ってくれ。神社赤字にするチャンスやん。金の亡者。自己満足だからな。高いギター買った方が長く続くのと同じで、価値に見合ったと思うなら100万でも払えばいいし、別に金払わずともお参りした気になるなら0円でもいいだろ。宗教なんて所詮ざれ事なんだからそれに従う必要はない。この問題に対して Y は専用のメダルを買わせてお賽銭にメダルを投げさせろと提案したい。これで文化も守られるし小銭問題も解決や。ずっとかわいそう路線で売ってやる意味がないってとこだよね。あれ世界中の地獄。結局その支払いを小銭でする人を襲うやし、わざわざそんな手間かかるなら賽銭するのやめる人もそこそこ出てきそう。最低金額を100円からにすればほぼ解決やで。電子マネー対応の神社増やしたらこんなことにはならんのやろな。ペイペイって鳴らしたいわ。1円玉をまず廃止しろ定期。60分2万円の巫女さん用意してくれるならな。1年間で溜まったいらない小銭全部入れてるわ。神様のためやしゃあない。神社なのか寺なのかどっちや。1円なんて神様に失礼言うけど、その理論なら100円もまあまあ失礼やろ。100倍やぞ。神のパワーが銀行ごときに振り回されちゃいかんでしょ。ビジネス神社。
雰囲気イベント代で1000円くらい入れてもいいやろ。心まで貧しいなお前ら。和音導入しろ。入れる金額で女神様が塗る脱衣システムを取り入れたらいいと思う。100円で再生用のメダル買えるようにしたらどうや。そもそもお金あげて願いを一つ聞いてくれるってシステムやだよな。ワイが神様なら金程度でそんなもん叶えられるか。そんなことするなら街を掃除するとかボランティアしてくれよって思うね。俺は再生は入れずに祈るだけにしてる。まあこれだけでいいよな。何箇所もあると面倒くさいわ。拝むだけでそれもだるくなったら素通りや。電子マネーのみにすればええやん。再生はペイペイで。ペイペイ使えるとこもある。画像をよく見ると、表示されている QR コードはすべて100円以上の金額に設定されている。高価でお賽銭をするときのように自由に金額を決められるわけではないようだ。賽銭の実質値上げやめろ。ジジババには生きづらい世の中になったもんだ。高くて草。最近現金持ち歩かないから助かるわ。手数料取るんかな。キャッシュレス賽銭とか良さそう。もう高価なんてほとんど持ち歩かん。思想してくれ。仕事しかできず。これ見たら多分入れたくなるわ。紙だってペイペイ払いやぞ。あまり元気がないのでなし。賽銭箱に100円玉投げたら釣り銭出てくる人生がいいんごね。1円入れないでくださいってポップ見たら1円入れたくなるね。別に神様は気に入らんし1円だろうと100万だろうと一緒。じゃあ取れたての野菜とか土ついたまま入れるわ。1円5円は日常生活で使えよ。何貯金しようとしてんねん。誰が何と言おうとワイは5円玉しか出さん。そもそも銀行が両替で金取ってるのがおかしいからね。そのうち電子マネーの方でも手数料が発生するからってごちゃごちゃ言い出すやろ。キャッシュレスの普及で効果が邪魔やから余計に賽銭箱にぶち込まれてる可能性。くさ、それはありそうやな。ワイは初詣だけ万札入れとったらやめたくなるわ。紙が小銭多くて困るのくさ。溶かしてアルミにして売ったらどうや。効果を破壊するのは犯罪やで。効果は変形させただけでアウトや。参拝客じゃなくて銀行に言えよ。手数料くらい払えよ。税金優遇されてんだから。そもそもお賽銭ってどういう理由で入れるもんなんや。お賽銭は神様から受けてる日々の恵みに感謝して入れるもので、寺とかに置いてある錠剤は現代社会で欲の塊であると考えられてる。お金を神様仏様にお供えして清めてから社会に返すために入れるものやで。近くにこんな神社なくてよかった。そのうち山の中に大量の1円玉が投棄されたりするんやろな。1円とかある意味がわからない。なくしたらいいのに。紙にスパチャしとるんやが。日本人って無宗教って言い張る人多いけど普通に宗教に密着してるよな。もういっそのことお賽銭制度は廃止してクラウドファンディングとかで維持に努めればええやんか。小売、小銭欲しいよ。神社、小銭いらんよ。交換すればよいのでは。大阪かどっかの神社がすでにやっとるで。小売店に手数料例で両替してウィンウィンの関係や。それ法的に政府なんかな。10円以下の小銭入れるくらいなら賽銭入れずにお参りしろってことだろ。分かってやれよ。ワイもこれからこういう表示がある神社や寺があったら賽銭は入れない。ペイペイのお賽銭は正直楽だと思う。キャッシュレス時代になってから小銭持ってねえもん。つか賽銭箱に自分ら都合の張り紙とか景観損なうわ。一番になれるようにって願いを込めて1円玉しか入れてない。俺は嫌な思いしてないから、それに神主が嫌な思いをしようが俺の知ったことではないわ。1円投げるといたずら扱いされる時代か。こういった神社やお寺の対応には賛否両論あるようだが、存続していくためには今まで通りとはいかない事情もあるのだろう。お参りの形もこれからどんどん変わっていくのかもしれない。次も引き続き、お賽銭と手数料についての話題だ。神社、1円玉のお賽銭やめて。手数料のせいで赤字になっちゃう。このスレで一致が最初に貼り付けたのは、先ほどと同じように、1円玉だと1円以上の手数料が必要となり、お賽銭の意味がなくなってしまう、と書かれた立て札を取り上げたニュースだった。神社に寄付してるんじゃなくて神に捧げてる1円だから神社の意見なんかどうでもよろしい。そもそも神は金なんか取らない必要ない。利用しときながら運営側の都合全く考えない幼稚な態度が神様に褒められると思えんがな。効果を預金すれば手数料かからないよね。お前じゃなくて神様にあげてるんだけど。言葉選びが良くない無意味なんて言ったら絶対突っ込まれる。悠長以外にしたらいいだけやし。神社は手数料免除とかできないものかね。これ、神目線では神社の賽銭中抜きしてるのは銀行。金って時間引いては人生を削って得た対価じゃん。それを神様に捧げてるわけよ。そんなに神社を守るための金が欲しいなら1000円ぶち込んでやろうかおら。ぜひぶち込んであげてください。もうお賽銭禁止にしろよ。1円玉持ち帰りできるようにしとけば。財政優遇されてんだから文句言うなよ。っていうかケチつけるなら銀行に言えや。
なんで郵便局で両替する前提なのか問題。神様にお願いして何とかしてもらえばいいのに。よろしい、神社を潰そう。その横で俺が1円玉10枚を9円に両替するビジネスやれば儲かるじゃん。1円玉10枚が9枚になる？妙だな、完璧な発想のはずなのに何か引っかかる。無意味かどうかは猫が決める。両替する方が高くついてるなら日本中で1円玉大量に廃棄されてそうだよな。されてるが、神社は金が欲しいだけだとバレたというだけ。そりゃそうだろ、自分の生活もあるし神社の維持もあるんだから。そもそも慈善団体じゃないし。ペイペイの QR 置いといてよ。文句なら両替してる銀行に言えよ。銀行に入れようとするから手数料かかるんでしょ。みんなに配ればいいよな。わざわざ神社に行って1円玉入れる神経がわからん。1円も金なのにな。賽銭の1円玉集めて他の神社の賽銭箱に入れろ。アホかボケ。1円作るのに1円以上費用かかるし、1円考えたやつ誰だよ。いつかペイペイ賽銭とかになるな。もうある。1円を洗うものは1円に泣くのだぞ。これもう営利法人だろ。これは先ほどのスレで上がっていたのと同じ張り紙のように見える。調べてみるとこの画像のお寺は一時期ペイペイ賽銭を導入しちょっとした話題になったものの、ペイペイが規定するサービスの対象外になることが分かり利用を取りやめたようだ。解決策を参拝客に丸投げなのが良くないね。両替機を置いて必要なくても助けると思って両替してなら、いい意味でバズったかも。意味ないじゃんか。神主だけど農協だと無料だから1円玉はそっちに入金してる。そんなこと言われると1円集めて入れたくなる。ゆうちょ以外だと500枚だって手数料かからないところあるのに、未だに堅くなにゆうちょ使うって言うんだな。笑うわこんなん。神社はどうでもいいが、銀行を通じて1円玉を国が積極的に回収すればいいのにな。大量に集めて溶かせばいい。小銭からお札に両替するのを国が利益度外視やってほしい。てかお賽銭に1円入れるやつの思考が理解できんわ。そもそも賽銭自体が意味不明だわ。募金箱の1円はあれ赤字なの？思考停止でゆうちょに入れるルールがある場合だけ赤字。両替が有料って。2100枚の1円玉が集まりました。1000円入金します。1100円取られます。結果1000円は儲けてるんじゃ。神主、儲けではありません。賽銭専用のお札を神社で売って、賽銭箱には専用札だけ入れるようにする。賽銭箱泥棒対策にもなるしウィンウィンじゃね？プリペイドカードとか作ったらどうだろうか。神社共通とか。1年かけて貯めたバケツ1杯分の1円玉を初詣で賽銭箱に流し込みたい。賽銭の仕方の案がいろいろ出てきたが、こんな風に新たな方法を取り入れる神社やお寺も増えていきそうだ。お参りに行く際には気をつけて見てみると面白いかもしれない。続いてはかつて京都市が実施していた、参拝に関するある課税についての話題だ。京都市。ふむ、自社から50円税金を取ればいいのでは？自社。こと保存協力税は、京都市で実施されていた法定外普通税である。こと税とも呼ばれる。こと保存協力税は、京都市が1985年昭和60年から1988年昭和63年の間、市内文化財の保存整備推進のために徴収していた法定外普通税である。こと保存協力税は市内40自社の文化財の鑑賞に対しその鑑賞者に課税され、鑑賞者1人1回につき50円が文化財を鑑賞に供する自社を通じて徴収された。1982年昭和57年の構想打ち出し以降、京都市と市内自社は対立し、有名寺院等による廃刊停止や、条例の施行差し止め等を市に求める裁判等の反対運動が行われた。その結果、わずか3年でこと保存協力税は廃止された。今なら廃刊停止してもええやろ。客一人につき50円か。そりゃ反対するわ。この時税金維持してれば今頃京都は財政難に陥ってなかったのにな。有名自社が廃刊停止して観光客、なんちゃうか。目先の既得権益に固執したら京都市財政破綻してより大きい課税されるで。は？文化財なんだから国が税金で助けるべきだろ。神社じゃなく市民から取るから政府。客から金取ってんだから払えよ。これ、日本の宗教は弱者救済しないからな。搾取しかしないよな。宗教団体なんて全部潰しちゃえばいいのに。これ結局50円値上げすればいいだけで客が負担するだけなんだから自社が怒る理由あるか？客だって50円値上げくらいで自社観光やめよとはならんやろ。この意見は至極真っ当な気がするが、問題は金額だけではなかったようだ。信教の自由を犯すという自社からの反発が大きく、京都市とはしばらく揉めたらしい。坊主は丸儲けやないと気が済まんねん。金額の問題やないねん。増やされる布石だから。一つ認めたらほな次はこれ取りますわってなるからね。市が潰れてもええんか。ゴーストタウンに客だけは来続けるのかな。別に寺院は市に依存してへんからな。
夕張みたいになっても足しげく通うのかな。京都は大阪神戸からアクセス悪くないから JR と阪急さえ来て、あとはタクシーやら観光バスで回るだけやし。どうせ公務員は金もらってんだろと思ったら意外と身を切ってて草。でも市区町村平均より高いらしい。公務員って G がぶち上げてるだけだし。15年で平均200万下げるって恐ろしいな。もう終わりだよ。しれっと16、17で2年連続下がってるのえぐいな。50円は高くね。一人当たりだろ。配管料なんてそんなに取ってないとこばっかなのに一律はひどすぎる。温泉入ると入湯税に50円毎回取られるが、それには文句ないんか。入湯税がめちゃくちゃ揉めた古い税制度だってことすら知らないのか。頭おかしいな。知るわけねえだろ、ボケ反省しろ。京都府の財政赤字って京都府の予算の使い方が、そアホやったからちゃうの。使うやつ少ない地下鉄作って借金返せんと赤字が溜まりまくっとる。今年からインバウンドドカドカ入るし心配あらへんやろ。コロナでこんなんなるんだから不安やろ。そら年間100万人来るところは税金5000万取られるわけやからな。いい加減、坊主丸儲けはなんとかしないとね。観光客はガンガン来ても寺から税金取れないから市は儲からん。市が無理なら文化庁でなんとかできんの？じゃあ旅行者から取ればええんやで。宿泊税できとるからええやろ。他の寺は置いといて京都は絶対に取った方がええで。今まででもいくら損してんねん。取らない方が得やと思ったからなくしたんやろ。配管料600円で中途半端なのって昔は500円だったのを納税のために値上げしたと思ってたのにちゃうんかい。そもそも寺社も経営厳しいんだよな。下鴨神社みたいな有名どころも自分の土地を切り売りしてる悲惨な状況。嘘つけ。経営厳しいならなんで坊主がベンツ乗り回してるんだよ。そんなん寺と役職によりけりに決まってるだろ。まあ赤字が大変ならそれ相応に行政サービス減らすだけだし別にいいんじゃね。近年、このような課税を復活させる議論があったようで、その税収で公共交通の改善などを行う案も上がったという。仮に今実施されたとしたら、当時の反応とはまた違ってくるのだろうか。続いては、とある祭りが物議を醸しているとスレが立っていたのでどんな内容なのか見ていこう。愛知、馬に飛び蹴り、高浜おまんと祭りが物議、春日神社は謝罪、やり方を変えないといけない。このスレで一致が最初に貼り付けたのは、愛知県の神社で行われた高浜おまんと祭りについての記事だ。神事用の馬が走っているところを参加者が飛び蹴りする様子を撮った動画が X に投稿され、物議を醸しているという内容。神社は不適切な行いであったと謝罪したが、動物、怠惰とこの神事自体の廃止を求める声もあるようだ。こうした行為を受けた馬については、獣医にかかったところ異常はないと判断された。神社では暴力行為を認めてはおらず、祭りは続けていきたいが時代に合わせてやり方を変えるべきだと考えているとのことだ。未開人みたいな祭りだな。発展途上国みたいな祭りやめろよ。日本の伝統にケチつけんなよ。伝統はこれまではそうしてきたってだけのこと。時代に合わなくなったおかしな伝統は、どんどんやめていかないと恥ずかしい。別に伝統を守る義理も義務もないしね。別に大体ならできるしな。その形にこだわる理由も特にない。拡散される時代だからやり方を変えないとって考え方もアホだろ。バレなきゃいいって思考。蹴飛ばしたのはまた Z 世代か。議員も擁護ツイートして炎上しているからね。サンフェルミンとか闘牛とか、観光客何万も来てるし、牛を挑発したりおちょくったり。メキシコとか中南米のスペイン語圏でもかなり牛を、対するようなイベントが盛ん。誰も気にしてるようには見えないが、YouTube のコメ欄では牛に同情するコメもあるけどね。ちょっと前によその祭りで問題になったばかりだろうに。こういうのどうなるんだろ。スペインのサンフェルミン祭りとか、闘牛とか、もっとひどいんだけどな。闘牛もやばいらしい。前よりフォローする人が減ってるんだと。特に若い衆。究極的には公営競馬はどうなのかって話。騎手が盛んに鞭打ってる。鞭は痛さよりも音や怒られるということに対する恐怖。回数制限なかった？そんならもっと言えば動物や魚を拉致監禁してるひどい場所もたくさんあるけどな。レースそのものより、言うこと聞かない馬に飛び蹴り食らわすなんて厩務員の日常だけどな。まあ、中央、地方問わず一部の厩務員だけど。究極的に言えば肉として食っとるよなって話。毎年毎年の、処分される頭数のがひどいわ。全く聞いたことがないマイナーな祭りだからやめりゃいい。三重多度大社の上げ馬神事は有名だけど。馬を無理に急範を登らせたり、馬に蹴りを入れたり、冬眠してるカエルを掘り起こして胸だか腹だかに矢を突き刺したり、先進国って名乗るのが恥ずかしいな。なら引っ越せよアホ。ピーマンはトマト祭りで何十万のトマトが無残に潰されてるのになんとも思わないのか。
同じ命だぞ。そりゃトマトは食い物だからな。それを言ったらお馬さんも食い物ですよ。まあ人間ごときのライダーキックなんか大して聞いてねえだろうけどな。西日本の方が動物に対して鬼畜の所業祭り合ってるイメージある。人間も荒々しいから鬱憤をそこにぶつけてストレス発散してるんだろうな。愛知は西日本ってヘルツ的には西日本。うなぎのかば焼きも西日本風。和産地なんてほとんどが東日本で、しまくってるくせに。お前らって受刑者に対してはもっとひどいことしろ、ひどい扱いをしろ、と要求するけど動物には優しいよね。犯罪者には厳しいのは当たり前だろ。馬は何の罪も犯してない。おまんとが不適切。馬は人間のおもちゃ。この国見てたらわかる。馬も食い物だろ。愛知らしい祭りだな。鴻宮裸祭りとか田畑神社飯形神社法然祭とか西尾のてんてこ祭りとか至極真面目な県だぞ愛知は。実際はこうだろ。何が問題？さすが馬、人間が飛び蹴りしたくらいじゃびくともしないぜ。定期的に足折れたりでそのまま予後不良で安楽、とか、してんのとか気にならねえのにこれは気になる。安楽、は骨折した馬に対する、最後の優しさ。して食うのはいいのに蹴ったらダメてのは波見えてなければいいてのは抗議する側も同じだろう。だから馬がかわいそうではなくて私の心が痛むが本当の抗議。博愛に見せかけたわがままだと俺は思うのだけどな。俺の立場としては肉を好んで食べる一人の人間として、家畜の利用は様々に行えばいい。祭りならば、それを行う人と見る人が納得してればいいかと。不満を表明するのも勝手だが、それは普遍的正義の立場ではなくあくまで自分の感情が元になった、自己都合の押し付けであることは理解してもらいたい。いや、食用の家畜に認定された時点で、その家畜は人間にタンパク質を供給するための機会になるからなんとも思わん。お前の考えを押し付けないでくれ。祭り用に蹴られる馬も機械じゃないか。対してはいけない生き物だよ。一部の動物を勝手に機械扱いしときながら、対するなとはいなことをおっしゃる。ペットは愛玩動物として利用されている。牛や豚は食肉として利用されている。そしてこの馬は神事に利用されている。みんな一緒だと思うけどね。ただ、見る人の主観で変わってくる。万人が納得する利用のルールはおそらくない。ならば、馬を利用する権利を持つ人が納得してたらそれでいいんじゃないの。人間も何か食わないと、ぬからな。家畜はそのためにある。その辺は割り切らないとね。それならこれも割り切ったらいいじゃん。祭りとは人間の心の平穏のために行われるのだから。要はあなたの主観的で勝手な線引きじゃん。あんなので心が穏やかになるかよ。完全に、大じゃん。お前は伝統だからって言えば何でも受け入れる、自分の頭で考えようとしない人間なんだな。そもそもなんで蹴るんだよ。飛び乗るのはわかるけど。狭い囲いで大勢の人間に追い回されるってストレスすごそうだわ。そう言ってスレミンは祭りの動画を貼り付けた。動画には冒頭で説明した通り、走っている馬に対して飛び蹴りをしたり叩いて煽ったりする様子が映っていた。気になる人は X で探すと出てくるのでそちらを見てほしい。こういう祭りか。若者のチャレンジに大馬が利用されてるのな。これくらいは、地元の伝統だし、別にいいと思うけどな。毎日やってるわけじゃなかろ。これ見ても何をする祭りなのか謎だわ。馬を、愛してるだけにしか見えん。祭りに意味なんてないだろ。古くから普段の日常を忘れて騒いで楽しむために行われてきた。意味のない祭りなら馬の代わりにバイクでも走らせとけよ。ひどすぎるよ。と、にちゃんと教育して文明化させないと。寄ってたかって馬を煽って集団に、召してるように見えるな。馬の性格が優しいから人間を避けてくれてるだけなのにな。馬が本気で、抜きなら狙って顔に蹴り入れてみんな、死にできるくらいのポテンシャルは馬にはあるのに。パニックなってるのに後ろ蹴りや踏みつけもしてこないし優しい性格だよな。3人くらいなら一撃で再起不能にできるのに臆病な子よ。これ何が目的の祭りなん？馬追い、めてるだけじゃん。想像よりひどかった。これは最低だわ。この前の崖登りは三重だっけ？中部地方ってこういうの多いんかな。時代に合わせて変えないとな。髪型とか他のとこは現代風にしてんだろ。木馬でやればいいのでは？馬かわいそう。蹴った後に美味しくいただけば OK だよ。馬に蹴られると楽しい祭りになりそう。これはひどいな。自分たちでやってみたらいいのに。馬がかわいそうだな。馬は人間の感情に寄り添える数少ない動物だから余計にかわいそう。ならばさしく馬や。犬や猫だって人間がじゃらしたりして遊ぶ。馬とじゃれ合って何が悪いんだ？馬だって遊んでる感覚だろ。角で疲れて、ヌオッサンが出るスペインの牛追い祭りのように動物側にも反撃の余地を残しておけばまだ公平と言えるんだが。同じようなことをライオンとかトラとかクマとか相手にやれよ。
人より確実に弱い動物相手に頭の悪そうな地元の輩が得意げにやってるのが気色悪い。やってることが昭和なんだよな。馬に飛びつくとかいうのが神事らしいが、馬にろくな調教もしないでこういう芸をやらせようというのがもう間違いだろ。道具として扱うならそれ相応の作法もある。それも知らずにあれ伝統だの奇弁だの。物の価値も物の使い方も知らん。まして相手は生き物。神様とやらも呆れているだろうよ。奉納になってないんだからな。動画を見たけど大勢出ただ、大してるだけだろ。競馬はうまいことスポーツ要素と引退馬保護を強めて批判を交わしてきたけど馬に蹴りや闘牛は今では完全アウトだな。これが神事とは、本当に神様いるの？日本の神様なんか丸々してくれなきゃたたるぞみたいなのばっかりだから荒っぽい神事なんか山ほどあるさ。仏と違って神はたたるからな。そもそも善悪は神じゃなく人間が決めるから。そもそも誰かが考えて誰かが始めたもので、そのルールを守り続けないといけないってことはないだろ。法律じゃあるまいし、伝統だからとか意味不明。さっさと廃れろ。いたぶっていい、めまくって、すのか、愛おしく優しく接していくのかの瀬戸際だ。馬からしたら意味もわからず大勢の基地に囲まれて蹴りだの鞭だの打たれて恐怖だわ。蹴ってる生きりなんて神事とか関係なくただ一方的な暴力を振るいたいだけだろ。馬役も人間がやらい。祭りってのは体力が有り余ってる輩の発散の場や社交場でもあるんだよ。そういう輩は何か共同作業をさせて貴族意識を高めておかないとすぐ犯罪者になるからね。だから祭り好きにドキュンが多いんだな。俺の住んでるところは祭りがなくてよかった。前にニュースになったやつの追加記事かと思ったら別件かよ。なんで今、手荒なことやったらヤバいってわからないんだろ？伝統文化の名のもとに犯罪や違法行為を正当化できると思ってる輩いるよな。古い祭りが好きなローマイは特にね。そもそも伝統行事と言いながらサラブレッドを使うのっておかしいだろ？在来馬の多くはすでに保護対象だからこんなイベントに借り出したらクレームの嵐。その点無名で食肉寸前の競走馬は調達に都合がいい。サラブレッドは扱いが、生き物というより工業製品に近い。これヤバいのは感性が起きてることなんだよな。馬を追い立て殴る蹴るの暴行に感性。猟奇的な光景に異常さを感じざるを得ない。スケールは違うかもしれないけど、ヒッラーに歓声上げてる民衆と変わらんな。これは馬のストレス半端ないのでは。直接的な暴力より人間に囲まれて襲いかかられるって、わけがわからないだろうに。狭い小屋に閉じ込められるよりこうやって走り回れる方が馬にとっても喜び。逆にストレス解消になってるよ。馬に蹴られて、ならいいのに。つか行事や娯楽で動物使うのを全部やめろよ。大抵動物に負担をかける、大チックなものばかりだからさ。スペインの闘牛が追い込まれたのに。早めにやめとけよこんなの。海外で報道されたら一発アウトだからな。危機意識持った方がいいよ。現代でそんなアホな祭りをやっていたのか日本ダメ子。馬を蹴ったやつは馬の後ろ蹴りも食らえよ。ちょっとググったら1800年くらいから行われてる雨乞いの祭りなんだな。こういうのってどのくらいからお伝統っていうのが妥当なんだろうな。200年前からなら十分伝統として正当化できるのか。300年前には行われてなかったなら伝統を理由に続けるのはおかしいとも言えるのか?200回以上やってるならすげえなとは思うが伝統となると少々微妙だな。己の強さを誇示したりメスにモテたかっただけだから許してやって。伝統なら許されるってんならジャニーズ主導だって問題じゃなくなる。そうじゃないよね。晴れとけを知らんバカばっかり。馬に飛び蹴りをすることが晴れって。昔は動物、体ばっかやっていたんだな。ジャニーズ問題しかり何事ももう伝統や慣習で済む時代ではないんだよ。アップデートしていかないと。馬のハリボテつけたダンプカーでやればいいのに。飛び蹴り体当たりやり放題だぜ。馬がかわいそうだからやめてほしい。馬に振り落とされて首の骨折って何人か、人が出てたらもっと早く問題視されてたのに。伝統ねえ。飛び蹴りしたアホを馬に踏ませろよ。野蛮な愛知の男たちに集団暴行される馬。地元の伝統であり地元民の年に一度の楽しみを、他の地域の人間がいいの悪いの言うのはおせっかい。前に問題になった万栄競馬での、蹴っ飛ばしよりはずっとマイルドじゃね。せめて馬を人間にしといて。馬がかわいそうだから。馬は不評でしたので、来年からトラかライオンにします。馬だって毎週俺の金を持ち逃げするくせに。実際のところ馬がどう感じているか知ることはできないが、それでも批判の声が多く、冷たい目で見る人がたくさんいるのは事実なようだ。伝統として続けられてきた祭りも、時代に合わせて見直していくことも必要なのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。
お賽銭や祭りに関する意見、動画の感想など、コメントをお待ちしています。動画を見て面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。